おはようございます。黒みつばです。ということで今回は、自分がモンストやってて今一番不思議だなって思う現象について、お話ししていこうかなと思います。皆さん光の時の間2のなんか2手や3手でクリアできるっていう動画が一時期流行ったんですけど覚えてますか？光の時の間2ってボスがティポーンなんですけど、そのボス1で出てくるティポーンの位置がちょうどクエストの真ん中の一番下なんですよね。で足元に判定が結構あるのでそこにキラーキャラを配置してあげてドカーンと飛ばすっていうことができるステージになってます。で自分もよくその光の時の間2で、そのなんだろうぶっ飛ばすやり方で、周回するんですけど、すごいダメージが出てるのに全然飛んでないっていうことが結構よく起こるんですよね。でしかもそれがよく起こるのが弱点を思いっきし殴ってる時にめちゃくちゃよく起こるんですよ。ちょっとこちらの映像をご覧ください。同じような位置から同じような角度で弾いた2つのショットなんですけど、片や左側ですね950万で全ゲージ持ってってます。でもう片方は2600万出してるのに全然持ってけてないんですよね。次のゲージの半分までしか持ってけてないっていう映像になります。でまあ角度のせいかなとか思っていろいろ撮ってみたんですけど、やっぱり飛ばない時っていうのはほとんどが弱点を思いっきし殴ってる時、こんな感じで1500万近いダメージを出してるのにもかかわらず次のゲージのちょっとなんか照明削りかなぐらいしか持ってきてないっていうのが結構多発するんですよね。で逆に全ゲージ飛ばせてる時っていうのは弱点が来たけど殴ってない時とか、弱点をそもそも殴ってない時っていうのが結構全ゲージ持ってけてるケースが多いんですよね。でこの現象っていうのは何も光の時の間2だけで起こることじゃなくて他のステージでも結構起こるんですよね。でこの現象について一つ分かってることがあって、2017年の12月にあったアップデートバージョン 10.2 かなんかでこの現象がものすごく起こりやすくなってるんですよね。自分もいつかはちょっと覚えてなかったんですけど、そんな明確な時期までは覚えてなかったんですけど、確実にどっかのアップデートからこういった現象が増えたなっていうのを感じてましたし、当時のツイッターとか遡ってみるとモンストの今プロライセンス持ってる方とかもこのツイートしてたので、まあ、これに関するツイートしてたのでおそらく間違いないんじゃないかなと思います。一応ネット上ではこの現象について仮説が1個唱えられてるんですけど、それがボスを倒しきっちゃってからさらに追い打ち的に殴ってるっていうことじゃないかっていう仮説が立てられてます。段取りを踏んで説明すると、まずはボスを攻撃します。でボスっていうのは撤退するじゃないですか。他のキャラが動いてたとしてもボスはそのゲージの HP がなくなった時に撤退するようにモンストはできてるので、その HP がなくなった時にボス的にはもう撤退に入ってて次ゲージの持ち越しが決まってる状態で、そっからさらに追い打ち的に殴り続けたダメージっていうのは表記はされるけど次のゲージに持ち越しとかはされない。ちょっとうまく説明できなくて難しいかもしれないんですけど、そういった説が唱えられてます。で今回ですね、周回しててこの説が正しいんじゃないかって思わせれるような映像が1個撮れたのでちょっとご紹介したいなと思います。この周回してて唯一弱点を結構殴っていたにもかかわらず全ゲージ持ち越せた例っていうのがあって、それがこれなんですよね。弱点を殴ってるのに全ゲージ持ってってますよね。でこの映像とさっき紹介したその全ゲージ持ってけなかった、すごいダメージが出てるのに飛ばせなかった映像と今の映像を拡大して比較してみるとちょっと分かったことがあって、一回流しますよ。はい、今ちょっと気づかれた方いますか？今って左側の画面はキラーの演出か弱点の演出が絶え間なく出てたんですよね。で右側の飛ばせなかったケースっていうのは青の光がパパパパパって舞った後に一回消えてからさらにつき始めたんですよ。ちょっともう一回再生しますね。
ここで一回冷えて、そしてさらにここから光り続けるっていう。でおそらくさっきのボスを倒しきっちゃ、一回倒しきっちゃってさらに追い打ち的に殴ってるっていう仮説が正しいとすると、結構このなんだろう、光が一回消えたのも説明がつくのかなと思います。で結論なんですけど、自分もそのなんでこんな現象が起こるかっていうのが知りたくて調べてたんですけど、ちょっと答えにはたどり着けなかったですね。はい、まあこの光の時の間2だけの話をすれば、弱点っていうのは攻撃力が3倍になってるわけじゃなくて、ヒット数が3倍になってるんですよ。っていうことは、そのヒットした時にモンストってキャラのイラストが動いて見えるように、なってるんですけど、あれって動いて見えるじゃなくて実際動いてるんですよね。微動にちょっと動いてるから、なんかすごい変な入れ板とかが余計に起こりやすくなってるんですけど、おそらくそのヒットバックも3倍起こってるのかなぐらいしかちょっと仮説が立てられなかったですね。そのこの現象の結論として、なんでこんなことが起こるのかっていうのと、あと対策方法が見つかったって方がいればぜひ教えてください。自分の現状できる対策方法として、この光の時の間2を周回してる時っていうのは、基本的にそのさっきのなんだろう、弱点が来ても弱点を避けられる打ち方っていうのがいくつかあるので、それを実行してます。弱点にめがけてあえて打つようなことをせず、弱点を外して外すような打ち方でショットをしてやってるっていうのが自分の一応対策方法なんですけど、もしこの現象について詳しい方がいたらコメント欄でお待ちしてます。ちょっと最後結論が曖昧になってしまってもやっとされた方いると思うので、まあよかったらもやっとボール買ってみてください。めちゃ懐かしいですよね、 IQ サプリ。ということでご視聴ありがとうございました。もう自分も結構知りたいので、ぜひぜひコメント書き込んでください。なんでこういった現象が起こるのかっていうのを一緒に考えれたらなと思います。チャンネル登録高評価お待ちしております。ということでご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ、黒みつばでした。